さあ、こちら。ああ、今日やな。ええー、ナスであった雪なだれ、雪なだれの事件やな。自然災害ではなく、被告ら学校の先生による、えー、人災で起きた事故。っていうことで、えー、今日判決が出たな。もう、あれから、あのー、もう、何年 7年経つの。うん。やってたよな。雪流れの事故。で、これね、えー、2つぐらい問題があるとしたらやねんけどもね。業務上過失致傷に問われた学校の先生3人があ禁錮2年実刑判決が出てんねん、これ。あのね、 えー、僕は悪いけど、あの、雪道とか、登山とかに詳しいわけじゃないけど、あの、こんなことが起きてきたら、あの、残念やけど、学校の先生になる人、どんどん減ってくんねまだね。かといってやで、あのー、8人が亡くなってる、学校の先生も入れて、8人が亡くなってるような事件でね、 えー、執行猶予なんかつくわけないやんて。で、ここには出てこないけど、これね、刑事事件と、刑事と民事は、表と裏やから。刑事事件と民事訴訟は。これ刑事事件のほうやからな。だから、学校の先生3人に、えー、禁錮2年やん。57とか、57とか。 61歳の人が金庫2年や。留置場で2年掘り込まれて、出てきた頃にはもう、お前、人生終わってもねるやん、みたいな。で、これ民事訴訟も並行して必ず起きてるはずやから、8人、学校の先生自体が亡くなってんのは、多分、労災、な、労働災害。 で、学校の先生が労災で亡くなってたら、ああ、おそらく、えー、労働災害としても600万ぐらいや。学校の先生も600万ぐらい。で、あとは、あの自分が入ってる生命保険なんとかせいや、とかってなるんやん、学校の先生はな。しゃあないやん、自業自得や。けど、正当やな、16歳とかぐらいの、高校生ぐらいの子が亡くなってたら、 医者料の金額は膨大やで。八千万とか一億ぐらいの、八千万から一億ぐらいや。一億ぐらいのお金が出て。ほんで、それ、学校の先生が払えへんからな。学校の先生が問題を起こして、事件であって、で、医者料誰が払うのって言ったら、おそらくやで、えー 税金が払われんねん。もしくは、学校の先生やな。今回やったら、あの、登山かなんかやってるから、えっと、レクリエーション保険っていうやつがあるねん。あの、学校の行事やとか、えー、運動とかするときに、えー、学校の生徒やったら多分入ってるはずやねん。学校入ったときに。そっから、頑張って出ても1000万ぐらいしか出えんの思うねんけど、 たらん分は税金が現れんねん。で、家族の人もな、あの、お金よりも、子供返してほしいわけやん、俺な。おそらく。うん、おそらくやで。子供返してくれ。って言うことしか言われへんやん、これやったら。な、高校生ら8人が、ね、 7年余り、後半は1年半以上、18回、18回しかしてないんや、みたいな。<laughs> ちょっとごめん、これはびっくりしたわ。7年もやって、18回しかやってへんや、みたいな。遺族らは毎回のように法廷足を運んで、裁判に、えー、耳を向けてきた。この日、改定前には50席の傍聴券を求めて、306人が長い列を作った。3被告はスーツ姿で、 入庭時には遺族側に一礼したい着色した。一時間半に昇った判決公判の中で犠牲になった生徒らの名前が読み上げられると法廷の遺族らはハンカチで目を拭、えー、い、吸い泣く声も聞こえた。裁判長は判決理由で相当に重い不注意による人災だったと厳しい言葉で指摘。 三被告はあ、判決後、報道陣を避けるように無言で、えー、車に乗り込んだと。まあもう学校の先生はもうできんやろうけどな、この人ら。これ。えー、裁判長から人災という言葉が出てきて、すごく感動した。今後、このような事故が起こらないようにしてほしい。判決後に、えー、開かれた記者会見には、 事故で亡くなった生徒ら4人の遺族が出席して、町の望だ判決の思いを語った、えー。16歳のお子さんを亡くしたお父さんは、被害者の、えー、追悼式に被告らがずっと欠席していることに触れ、罪を認め真の意味での謝罪をしてほしいと述べた。これ他の人もおったな。うん、他の人もおった。こういうこと言ってる人おったな。 形だけでもすいませんの一言が言われんのかとかって言ってておったな。あの何気ない一言っていうのは重たいで。え野郎どもやな。あの、被告らはお前五十何歳のおっさんやで。えなんか、スーツ着て、なんか、おとなしい顔してるけど、なんか、他人事みたいにしか見えへんかったけどな、俺も。 ね、ええー、判決が出るまで毎晩寝つけなかった裁判所が下した決断を真摯に受け止め控訴することなく刑に服してもらいたいと涙を拭った山岳部の第三顧問だったえー、先生やな29歳のお父さんは量刑は非を自覚して反省するためのものだあの日から息子とは会えずささやかな一生の幸せは刑で亡くなった そのことを三人は分かってほしいと、えー、訴えた。これさ先生のお父さんやな。うん、まあ、二十九歳の先生も、亡くなって、えー、罪は問われんけどな。同席した、遺族側の、えー、弁護士は、判決では故意ではないが、相当重大な過失だと書いてくれた。遺族側のな。 両刑としては妥当だと思うと判決を評価した、えー、登山講習会で起きた事故をめぐっては部の活動のあり方についても、えー、議論の対象になってきた当時16歳のお父さんやなこの事故は学校安全の教訓とならなきれならないと訴えてきた学校安全に関わる画期的な判決だと歓迎一方で事故をもって部活動に反対だというわけではない 安全を確保して、盛んにやってほしい。中止の基準、なくなることはやめてほしい。との考えを示した。また、判決を受け、えー、裁判中は思い出に浸ることができなかった。これを一つの区切りとして、息子の冥福を純粋に寄りたいと、えー、話した。ね、えー、厳しいで。 57とかのおっさんとか、61歳のおっさんがやで、刑務所で禁錮2年。まあ、頑張ったらは1年半ぐらい出てくるんやろけどやで、これから先、名前が、これ出てもてるからな。名前が出てもてて、年齢も出てもてるやん。もう、次の仕事なんかもう無理やもんな。無理。これ、 な、えー、雪なら事故は栃木県高校体育連盟主催の春山安全登山講習会で起きた県の、えー、教育委員会がまとめた文書によると教育活動で登山を行う場合地元の山岳関係者の審査を経て県の教育委員会が計画を承認するプロセスがとらえてきたがこの講習会は 県交代連主催との理由で審査を経ていなかった。また、生徒を派遣する学校側も活動計画や危機管理体制を十分に把握できておらず、実施するか中止するかの判断を現場に委ねた。こうした判明反省を踏まえて、県の委員会は活動の是非を組織的に判断できるよう、 指導が必要だったと責任を認め、再発防止に向けた仕組みづくりを進めている。降雪や天候悪化の際に安全をどう確保するかを計画に細かく盛り込み、引率する脅威は経験や勘に頼らず、計画に基づいて判断する運用を徹底している。雪ならえ事故をめぐっては一部の遺族が 損害賠償を求めた民事訴訟で、ほらほらほら、昨年6月に地裁が、県や交代連に、計約2億9000万円の支払いを命令、判決は、雪だなれの発生を予見し、講習会を中止すべき義務があったのに怠ったと認定し、双方が控訴せずに確定した。多分、刑事事件も多分、そうやったら控訴しないんやろうな。 二億九千万やで。これほとんど多分税金が突っ込まれんねん、多分。税金が。あんまり言うたらあかんかもしれんけど、三人の学校の先生がやで、三人で割ってや、一人当たり一億円払うねんとか、こなことせえへんやろ。学校の先生が。二年もおって七百日ぐらい金庫で入ってたら、 な、んで終わんねえみたいな、で終われへんで。うん、ちょっとゆるいっていうのかな。学校の先生にしてはゆるい。まあ今の学校の先生全般的にゆるいけどな。今の学校の先生ゆるいから。ゆ <laughs> るいから。多分大丈夫やろうとか。あのー、何 学校の先生ってあの、交通事故起こしたり見してるよな、よ。酒飲んで転んじって運転して事故したとかのあの、学校の先生結構おるやん。昔やったらはなかったけどな。学校の先生が交通事故とか、うん。なんか、地方公務員やな。地方公務員もそうやけど、ちょ公務員ってちょっと緩いんちゃうのんて。 今日なんか僕ら20回ぐらい言うた記憶あるけど、公務員って緩いんじゃないのって、違うのって、公務員って緩いんじゃないのって20回ぐらい言うた記憶あんねんけど、あのー、警察官も緩いけど、公務員も緩い言うて、んで、無駄やって言って、アホみたいに3人もおってやで、3人おって、1人でできる仕事を、 一人でやってんのに、他の二人覗いてんねん、それ。ええー、これどうなってんの二人で見てて。一人でできる仕事に三人も見てて。ほんで結局穴が開いて、昼からまた出かけなあかん、みたいな。お前らアホやろって言って。数で言われとったもんな。お前らアホやろ、言うて。ほんで、言うてたやん、今日もあのー、あんまり言うたらまた航空室の落ちるやど言ってあるけど、カス払ってあれやろって。 カスタマーハラスメントって言うらしいけど、カスハラっていうのは、お前らがカスやからや。お前らがカスやから起きんねん言うて、カスタマーハラスメントって言うらしいけど、お前らがカスやからや。こんな問題が起きんねん言うて、カスハラや言うて。まあ、おそらくカスハラって言われるやつの公務員のカスハラ言うんやったら、多分8割ぐらいがやって、公務員がカスやから起きんねん言うて、 今日言われとったよな。何回も言ったんだけど、貸すやから言うて。私は貸すなんですかねとか言うから、お前ら貸すやろって。だから、公務員ってなんで公務員やってんのかっていうのを考えたことあんのか言うて。公務員が。公務員がな、自分のことしか考えへん公務員やったら、早くやめた方がええぞって。あの、人のためになれへんから。 税金の無駄遣いやって,言って。も言っかいたるわって。カスハラやとか言うかも、言うやつおるけどって。言うてるやつがカスやからやって。大阪でよく言われる。カスや。カスやから言われるねん言うて。<laughs> これが言うたったやろ。今日言うてるさなかにやで。お前らカスやろ言うて言うてるときにやで。また僕以外に被害を受けた人が、また来ててよ。ん <laughs> で。 かっこ悪い、怒られてるところ、目の前で見てて、こっち見て、笑ってあんねん、その人もな。はははは。ほんまにカスやで。こいつらほんま。いや、ほんまそうやで。あの、年が行ってるから、とかね、若いからとかじゃなくて、責任感の欠如やん。こういうふうな人たちみんなそうやで。責任感がないねんて。あの、ええー、歳して、 あのー、なん、何歳になっても、まともに仕事しようとせえへんから、いつの間にか貸すになってんねんて。だから、あのー、文句やったら、貸す払え、貸す払え、言うねん。うん。お前らが貸すやんけ、言うて。うん。今日も言ったったけど、あのー、今日仕事しないやつはや今日一日仕事しないやつは、一週間先も仕事しない。一週間仕事しないやつは、 一ヶ月後も仕事しない。一ヶ月仕事しないやつは、半年後も一年後も仕事しない。そんな奴が、何十年同じ仕事をしとっても、まともな仕事できるわけないやろがって。目の前にある仕事をや。目の前にある仕事を、怖がってでも白やって、このカスがって。言われてるやろ、今日。え 悔しいやろ。悔しかったら直してみるやって。っていうところやん。学校の先生もそうやん。僕らが小さい時の学校の先生は、正直よく怒る先生は多かったけど、責任も取ってたよ。怒る代わりに。自分たちにも厳しかったはずやねん。いつの間にか、学校の先生含めて、今の公務員って言われる奴らは、 全員緩くなったよな。緩いって言ったろわ。緩くなった。そんな緩いやつが人のためになる仕事はやったらあかんねんで。緩いやつは。自分のことに対して常に自分がやってることに責任が持って自分のやってることをや、誇りに思うような人間じゃなかったら早いこと仕事はやめたほうがええって。世の中のためにや。 っていう、そんなとこですかははは。ほんまにカスやで、こいつら。ほんま。